はい、皆さんこんにちは、星空の招待席の時間がやってまいりました、本日ですね、まあ一人で、朝方収録してますね。朝方の収録ちょっと待って、ちょっと場所をよくしましょう。はい、マイクの位置を変えました、というのもね、なかなか爽快で喋りが快活だと思います。なんならばお酒飲んでないから、まあそんなこと言っておりますけどもね。天文ニュースがね、最近ですと有名なところでは金星の方に、ね、向かっている暁、これがね、周回軌道に入ったためにエンジンの噴射を実施したという話があります。まあこれがまず一番に挙げられることではないかなと思いますね。それ以外にもですね、なかなか天文のニュースいろんなのが出てまして、国内の方でもね、そういうような、なんていうんですかね、明るいニュースってわけじゃないんですけど、日本の宇宙開発ってすごいなと思わせるものがいっぱい出てきてますね。そんな話で今回は日本の宇宙開発技術を含めて徹底的にやってみたいと思います。さあそれではですね、行ってみたいと思います。星空の招待席、ハリウッドから語ります。さあというわけでですね、実際どういうことかと言いますと、今金星の方にね、一つ向かっているっていうのかな、のがあるんですよ。一つ向かってる宇宙船っていうかね。ただこの宇宙船っていうのは暁という名前で、実を言うと随分前に一度挙げたんですよね。2010年の5月に打ち上げられた金星探査機なんです。ただね、その2010年の12月に金星の周回軌道に入り観測を開始する予定だったんですけど、直前にトラブルに見舞われたんですね。要するに、計算通りは簡単にいかないと。でも軌道計算して、投入するんで、日本人は一生懸命頑張ってやったんですけど、うまくいかなかったです。ほんのちょっとの軌道の、なんていうんですか、エンジンの噴射が違っただけでもダメになっちゃいますからね。それで失敗したんですけど、なんとかね、もう一回金星の方に行けないかっていうことで、5年後になるね、12月の7日に再び金星周回軌道への投入が実施されたということです。で、暁は日本時間の7日の8時51分から姿勢制御エンジン噴射を、約20分間にわたり実施し、軌道投入が行われたということですね。衛星からの探査機ですね、からのデータから噴射が計画通り行われたことを確認されているということですね。エンジン噴射後の探査機軌道の計測と計算には数日かかる見込みで、目標とする軌道投入の、成否ですね、成功については改めて発表されるということです。ただ、おそらく大丈夫だろうということです。当然のことですけど、この探査機が、ごめんなさい、また音が変になりましたね。探査機の燃料ってのありますよね。この燃料ってのは、あくまでもですね、フルであるわけじゃないですよ。もうすでに3分の1ぐらいしかないと。だから燃料を使い切り終わった時にはもうないんですよね。そして、今回はですね、金星見ればそこらに暁がいるだろうってことなんですけど、どういうふうに説明してかちょっと難しいんですけどね、最初の予定だと金星にものすごく近づく予定だったんですよ。ね。ところが今現在いろんなことをやってると、金星の方には、ある程度長い楕円の軌道で、近づくとこと遠いところ、実は遠いところの方が逆に多いんではないかと。で、これって悲しいじゃないですか。ね。それで今までのような観測を最初予定してたものができないと。ただ、これもう一回やってみるそうです。で、やってみて、近いところね、いろんなところを見て、金星の組成の位置を、ものすごいそういう不思議なところってんですか、それを全部、解明しようではないかという形らしいですね。で、じゃあ、ここからは私の個人的な金星観について少し話したいんですけど、地球と非常によく似た星です。はい、大きさが。はい。98% ぐらいの、質量なのか、それとも直径なのか、とにかく非常によく似てます。ちょっと小さい。衛星は持ちません。で、驚くほど濃い大気に、囲まれてるんですよね。で、太陽には近いですから灼熱です。で、温室効果といわれる俗に言うね、二酸化炭素とか窒素、そういうものの温室効果があります。そのために、金星は4、500度かな、の温度だということで、地表が考えられてます。で、地表はもう熱い雲に覆われてて、全然見えないんですよ。模様も何も白いと。だからこそ、これ探査機を送り込んだりして、いろんなことを調べなきゃいけないと。で、その、金星の大気上、もう気圧もすごいんですけど、この大気上空中には、変な話だけど、酸素があるような部分もあって、と同時にですね、気圧がすごいので何とも言えないんですけど、温度とかそういうもの、が、地球と同じように20度とか30度、0度、いわゆる、氷が、溶けて水として存在するような、場所もあるんですよね。だから、結論的に、例えば地球は地表というものがあって、その下に海があって生物がいますよね。空に対しては、これは生物というわけではないんですけど、この気圧とかそういうものが変わったり、その他の条件が見れば、
金星にですら、生き物があってもおかしくないと、存在してもおかしくない。で、放射線とかそういうのは全部逆にね、そういう大気が吸収するのではないかと思いますし、放射線があることによって、いろんな、そうだな、生物学的現象が起きている可能性もあると。それを考えると、金星って、結構見られたもんじゃないかなと思いますね。とにかく謎が多すぎます。まあ、地球から見て一番近い火星、これが随分分かってきたと、逆に金星は非常にね、分かりづらいんですよ。で、というのもね、例えば地球から火星に行くってのは思ったほど難しくない。というのはスピードを増すだけでいいんですよね。太陽の、重力とか地球の重力から脱出して火星の重力に入ると。で、火星小さいから重力関係ないと。ところが地球から金星に向かう時ってのは、太陽のものすごい重力と金星の重力、いわゆる減速をしなきゃいけないんです。マイナスにね。この辺をするためにどうしたらいいかっていうのは、金星の軌道ぐらいのところにスピードを落として入って、そして金星の近くになった時に金星の軌道に捉えられるようにスピードを落とす。だから火星に行くとか月に行く。まあ月もね、行く場所、行く時期によって難しいんですけど、外に行く方がずっと楽なのが現実的な話なんですね。だから、金星には探査機いくら行ったとしても何着にも出ないし、金星になんか、ロケットぶつけたとかいう話ありましたけどね、調べられてる内容が異常に少ないということです。で、この金星の暁が最初に失敗したのが2010年ですよね。で、5年です。この5年の間に天文宇宙学っていうのは、驚くほど進歩しちゃってるんですよ。だからそれでも5年だからですね。最初のうちはもう闇雲に飛ばすだけ、原子力エンジンで飛ばすだけとかね、ボイジャーとかいろいろありましたけど、それと違って確実に制御をして、まあ火星行ってもそうなんですけど、自分たちで勝手に判断をして、まあロボットの頭脳 AI ですよね、電子頭脳が勝手に判断して、観測結果を送ってきたりする。例えば冥王星を通過したものもですね、ビューホライトンだっけな、とにかくそこら辺もそうなんですけど、ずいぶん古いですけど、やっぱりそういうような能力を持ってるので、データをどんどん送信できます。はっきり言って、はっきり言って電波というものでコントロールできるような距離じゃないんですよね、すべてがね。月でさえ 1.3 秒かかるわけですよ。それが火星になるとものすごくかかるし、金星も同じです。冥王星なんてとんでもないですね。だから、結局、向こうでのデータ、こっちからデータを送信して、どうなのって聞いたときに、向こうからどうなの、どうですよって帰ってくるまでの時間がものすごく長い。だから物理的にはいろんなものが不可能だと思ったらいいですね。やっぱり電波とか光とかそういうものが限界にある以上は、どうしても現地で自動的に物音を判断して動くものが必要です。で、今までは人間が行かなければダメだと言われてたんですけど、最近のコンピューター、ロボット、そういうような技術から考えると、人間が行かなくても大丈夫だという考え方が随分増えてきて、宇宙開発、人間が行くとものすごく生命維持とかでお金がかかるので、それを考えたときに、最近は、そうね、人間が行かない無人の宇宙船というもので、たくさん観測するということができると。現実的に日本が、挙げましたね、水星探査衛星でもそうですよね。水星に行って人間がいないのに勝手に行ってサンプル持ってこっち帰ってくるんでしょ。すごいじゃないですか、はっきり言って。ね。それで、結局、推薦に行った時までに、電波で送信して、コントロールしようとしても、時差がありすぎるから、コンピューターが勝手にやって、勝手に考えてきて、結果を出すと。これはもう本当すごいですね。それを考えた時に、暁だけではなくて、そうですね、日本の宇宙科学、ロケットもそうですけど、期待できるんじゃないかなと思いますね。はい。もちろん、金星だけではなくて、他の星、日本だけではなくて、いろんな国が、探査をしています。ただ、今日の記事は日本がこれだけやったってことですよ。ね。これ5年、10年前だったら NASA の話だと思いません？ね。それを考えたときに、本当に日本の、宇宙科学技術っていうのは、精密な部分が非常に得意ですから、あとローコストね。これが非常にうまい。だから、やっぱり、今後は、日米の連携プレーで、日本の宇宙技術というのが世界にどんどん出てきて、産業としても、ものすごい成功するんではないかっていう、やっぱり気がしてますね。JAXA というところが一生懸命やってるようですけど、最初はバカにしてました。正直言って。だけど、今こうなってみると、世界のロケット事情がいろんなところでアメリカ失敗して、ロシアもなんか危ないし、他の国は全然ダメ。それも考えたときに、日本がいいかな。いう気がしましたね。さあ、金星果たしてどんなとこなんでしょう。私も行ったことがないのでね、かといって行きたいとも思いませんけども、でも明けの明星、宵の明星、朝方とか夕方にね、一番明るく輝くマイナス4等星台の星、これが金星です。だから天文カレンダーなんか見ながらこの金星っていうのを追っかけたらいかがでしょうか。とにかく明るいです。望遠鏡で見ると半月が三日月状に見えて、またこれも、なかなか面白いですね。さあ、ライトになります。お星様の話いかがでしょうか。冬は寒いですけど、星は綺麗な時期です。
ちょっと我慢してね、かけてあげるようにご賞味ということで、また来週さようならと。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。